第二代グランビル伯爵、第二代カートレット男爵ジョン・カートレットは、イギリスの政治家、貴族、ホイックの政治家だが、第三代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーの派閥に属し、反ウォルポール的な立場を取った。ウォルポール失脚後には事実上の首相になっていたが、ウォルポール派のヘンリー・ペラムラとの闘争に敗れて、失脚した。1690年4月22日、 初代カートレット男爵、ジョージカートレットとその妻グレースの間の長男として生まれる。初代サンドウィッチ伯爵、エドワード・モンタギューは父方の祖祖父にあたる。5歳の時の1695年9月22日に父の死により第二代カートレット男爵を継承、ウェストミンスタースクールを経て、オックスフォード大学、クライストチャーチで学ぶ。 1711年5月25日から貴族院議員に弟子、保育党に所属した。国王ジョージ一世からも信任を受け、1714年10月に進出新出自重信し1715年7月にはジャージー土地管理官、1716年7月にはレボン知事に就任。1717 17年に第2代、 タウンゼンド死者クチャールズ・タウンゼンドが解任されたことで、ホイック島が分裂した際には、第3代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーの派閥に属した。1719年6月から大北方戦争で、スウェーデン女王ウルリカ・エレオノーラとの講和の特使として、スウェーデンに派遣された。その交渉で、カートレットは、バルト海で損害を被った全イギリス市民への保障。 バルト海でのイギリス戦績の高校の自由の保障を取り付けることに成功し、ストックホルム条約が締結される運びとなった。1721年3月に、ロバート・ウォルポール政権の南部担当国務大臣に就任するとともに、数密顧問官となる。ウォルポール政権下では外交を担当、ジョージ一世の信任も厚く、1723年夏には、 国王に随伴して大陸に渡っている。しかしその国王からの信任ぶりとサンダーランド派としてハン・ウォルポール的だったことからウォルポールから危険視された。そのため1724年春には外交上の失態を理由にしてアイルランド総督に左遷された。アイルランド総督在任中アイルランド貨幣中造権を得たイングランド人ウィリアムウッドが ウッドのハンペンスと呼ばれた動画を大量発行し、これが原因でアイルランド人の抵抗運動が激しくなった。国務大臣時代のカートレットは、ウォルポールへの対抗からアイルランドに融和的だったが、立場上厳しい弾圧をしなければならなくなった。しかし効果は上がらず、アイルランド人の抵抗運動は激しくなる一方だった。結局ウォルポールが、 ウッドの貨幣中造権を撤回することを宣言することで事態の収拾を図った。七百三十年にウォルポールは政権内主導権を一層固めるために反抗的なタウンゼンド施策を解任、直後にカートレットもアイルランド総督から解任した。七百四十一年の総選挙で与党ウォルポールホイックの議席が大幅に減り、七百四十二年二月にウォルポールは 退陣した。カートレットは、ハン・ウォルポール派から待望され、後継の初代ウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトン内閣に、北部担当国務大臣として入閣し、同内閣の主導的地位についた。ただし当時の国王の閣僚人事権は、未だ大きかったので、ウォルポール派のペラム兄弟も、国王ジョージ二世の意向で政権に止まった。 同訓連合国派のオファー選定綱領の防衛を重視するカートレットは1743年中にオーストリア継承戦争の指揮を取るために大陸へ向かったジョージ2世に随伴して本国を不在にした。その間の1743年7月に首相ウィルミントン博が死去したがカートレット不在のため後任にはヘンリー・ペラムが就任した。 カートレットは秋に帰国したが、その時までには、ペラム兄弟は、政権内で格好たる地位を確立しており、カートレットの孤立は深まった。カートレットのハノーファー優先策は、政府内では、ペラム兄弟から、議会では、大ピットラファン政府派保育クから批判にさらされた。1744年10月18日には、母の死により、第二代、グランウィル伯爵位を継承した。 同年11月の議会召集直前、ペラムはグランビル博の鋼鉄をジョージ2世に上奏し、渋っていた国王に強引に解任を認めさせた。しかしグランビルは、親派の母として国王から厚く信任されており、解任後も国王から助言を求められ続けた。国王は、グランビル内閣を発足させようと格策もしたが、議会の指示が得られずに失敗に終わっている。 それでも国王の強い朝愛で1749年にはガーター勲章を受訓し、1751年から死去まで5代の内閣において数密院議長を務めた。1763年1月2日にバースで死去、72歳であった。爵位は長男のロバート・カートレットが継承した。1695年9月22日の父、 ジョージ・カートレットの死去により、以下の借位、順番借位を継承した1744年10月18日の、母グレース・カートレットの死去により、以下の借位を継承した。2度結婚している。ABCDEFGHIJ カートレットジョンディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィーロンドンスミス エルダー &CEO、百八十五千九百 ABCDE ランディ、ダリル、ジョン・カートレット、セカンド・アール・グランビル、THEPERAGE.com、二千十五年八月十二日閲覧。AB 今井広し編九百九十 p 二百九十一浜、林正雄百八十三 p 四百十九今井広し編九百九十 P292 今井博し編 1990P295 今井博し編 1990P302 から303今井博し編 1990P303 から304今井博し編 1990P304 から306ありがとうございます。